久々にジョンソンビルソーセージとトマトとヤクルトジョンソンビルはガーリックだそうですミザ・ラインペイクレジットカードのポイント還元が実際になされたみたいなのでちょっとご報告をしようと思いますこれあの画面のキャプチャーをさっき家計簿アプリで撮ったんですけれどもえっとですね 24日ですね。24日金曜日。このモバイルスイカへのチャージは従来の JCB のプリペイドカードで行いました。で、設定して最初に使った、これを最初に使ったのはスマホに取り込んだ Apple Pay の ID として使ったんですけれども、これが353円ですね。ここ、ローソン。 なんかすごい文字分けしてるんですけどまあ帰ってすぐ発見できましたがこれ v i s a l i n e p クレジットカードを ID で使った履歴ですでこれはあの残高ですね LINEPay の残高から2万円自分の名義の口座に送金をした履歴ですねでこれあの確かにあの2万円 自分の口座に入ってました。手数料は176円なので、自分の名義に送金で残高を引き出すっていうのは手数料としてできるっていうことが確認できました。で、えっ、ー、と、このモバイルスイカに JCB のプリペイドカードを使ってチャージっていうのは、まあ、今までやっていた通りの話ですね。で、LINE の還元率っていうのは前からの制度、その利用の度合いによって還元率変わりますから、 私は2%還元のユーザーなので、まあ、これはそれぞれ2%の還元がつくと。で、こっち。ローソンで ID で、ビザ、LINEPay、クレジットカードを使った履歴ですね。これ353円ですけど、ここには3%つくのが正しいはずということですね。で、というわけで、じゃあ LINE のポイントの履歴のキャプチャーですね。で、ここ確かに。 200円と40円。1万円と2000円の2%還元ついてますね。で、これ350何円だったかな ?350 数円の3%なので、10ポイントついてますね。ということで、確かに、まだ5月1日来てないですけれども、ビザ、ライ l i n e クレジットカードと l i n e イのアカウントを紐付けて使えば、 で、しかも ID でも確かに3%還元がつくということが確認できました。これはまだ5月1日までは前からにのっ,とってポイント還元つきますから、まあ、こちらも現時点でちゃんとついてますねということですね。が確認できました。ところでこの Visa LINE Pay クレジットカードの タッチ決済で1000円というのを4月末までま1000円戻ってくるわけなんですけど1000円使うと1000円戻ってきてで3%還元なのであれ30円戻ってくるっていうことになるんじゃないかなと思って、まあ、結構お得ですね4月中にビザのタッチとして使うっていうのもいいかもしれませんね。はい以上 後日談ご報告でした本日のお昼ご飯は焼きそば余ってた鶏肉と人参と白菜粉末のソースの麺とセットになってるやつ美味しいですよね楽しみにしていたものが届いたので開けてみます栄養剤が入ってます お,お、バラですステイホームローズという名前のバラでイエロー系を希望したらこんなバラが届きました楽しみにしていたものがもう一つ届きました こちらもバラと同様コロナ支援のグループで発見したオリジナルコーヒーです豆の状態で5 0 0ム注文してみました手書きのメッセージとかお手紙が添えられています大切にいただきたいと思いますこんにちはファイナンシャルプランナーのフローチャイやです えー、届いいたバラの花の花水揚げ作業をしています実はこのバラの花なんですけれどもあの新型コロナウイルスの影響を受けて、ま、流通がちょっと難しくなってしまった生産者さんから直接購入をしようという Facebook 上に まあグループができていてい今28万人ぐらいの方が登録されてるんですけれどもそこで仕入れた情報というかそこで見かけた情報から、えー、バ,ラのバラ農園の方から直接購入をするという形を取りました。というわけで今日の FP 小話はちょっと水揚げ作業をしながら少しお話をしていこうと思うんですけれどもあの、まあ、コロナウイルスの関係で 急にこううまく流通しなくなった生産者さんから直接購入しましょうというサイトは私が見かけたその Facebook のグループ以外にもまあいろんなところであのそうした取り組みが始まっています。で、まあ私が利用したその Facebook グループのポ,あのポリシーとしては本当に困っている生産者さんから買いましょうというのが基本のコンセプトになっていて、まあ、そのためその出品される方にも 通常の価格の3割引きで3割以上引きであの提供してくださいというような呼びかけがされています。というわけでもしかしたらあの、まあ、こう家計の損得っていう切り口で見た場合にも通常時よりも3割程度、まあ、お安く品物が手に入る可能性があるという状況になっています。まあ、ただあのよくよく見てみないともしかしたらあの、まあ、ちょっと普段 あの手にするものよりも、まあ、そもそもがあのかなり高品質で価格的に安くないみたいなものも、まあ、ゼロとは言えないのでちょっとまあよく注意をしてよく見ながら購入する必要があるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まああのー、そもそも、まあ、グループのコンセプトが困っている生産者さんから直接購入して、まあ、ちょっとでも、あのー、助けになればというあのコンセプトなので、まあ,あんまり損得に。 こだわりすぎると、まあ、ちょっと難しいんじゃないかなっていうのはあるんですけれども、あのこういうお金の使い方ってよく、投票だって言われることがありますね。あのまあ、通常時であれば、サービスとか商品とかあの、そういったものに対して、これ自分もいいなって思うものにたくさんお金を払うことで、まあ、そういう商品が増えていくという、まあ、投票行動であるっていうようなこと言われます。 で今のまあこのコロナウイルスの関係で生産者さんに直接あのお金が回るようにっていうような考え方っていうのはまあ自分が賛同する活動に対してよりお金が回るようにということでまあその商品とかサービスのクオリティだけではなくてまあこう気持ちですよね自分の気持ちがより満足するところにお金を流していこうという意味ではやはりあの投票行動 に近いものがあるのかなというふうに思います。というわけで、お金を使うということは投票であるというお話と、まあちょっとその直接今購入するサイトがいろいろ立ち上がっているので、まあ、うまく使うともしかしたらまあ家計としても少し嬉しいことにつながるのかもしれないというお話でした。まあ、結構あのしっかり見比べて、 本当にあの満足できるかっていうのはまあ個々人の単位では考えた方がいいのかもしれませんしちょっとそういうのね度外視にして自分のお金がより生きるというか同じ1000円を払うのでもより自分が満足するものにお金を払っていくっていうことを考える機会にできるといいのかなというふうに思いました以上 FP 小話でした 無事行けることができましたいいですねお花あると華やぎますね